ストライクボール判定、ガチで AI でいい説。人間の目では無理ある。なんなら審判全員 AI でいい提起。機械に頼るんじゃなくて、審判がもっと頑張って判定したいと思えるように働きかけようよ。小太りの NPB、お金。AI はいらんからストライクコース表示くらいつけろと。スポナビみたいな人力で審判に忖度してるやつほんと腹立つ。設置費用と全球場につけれるかどうか。AI の判断には人情がないよね。AI やと見た目クソボールでもストライクになるで。本来ストライクなのが今までボールにされてたって考えに至らないのか。こうやって職業が減ってくんやなって。MLB みたいに白枠つけてくれるだけでええんやけどな。一目でレベルがわかるし審判側も真面目にやるだろ。AI 化しても今の判定おかしいやろ。なん AI やんってなるで。でも AI には心がこもってないよね。叫んでくれないと物足りん。